2年半振りの鈴木福さん、二人とも関西テレビさんてお仕事て偶然会えた、会いに行っていいってラインくれて、二人して謎の緊張、可愛すぎてやわかった。手振って見送る福ちんか昔と変わってなくって泣きそうになりました。ちなみにこの前にもバイバイしてくれて、この後にもまたでっかい声でまたねって言ってくれて、もう可愛すぎ。あーテンションか落ち着いていないと、久しぶりの福くんとの再会をインスタで報告してくれていた本田美優さん、この度念願のマネージャー就任です。初代堀北真希さん第84回大会、2代目新垣結衣さん第85回大会、3代目北野キーさん第86回大会、4代目相沢里奈さん第87回大会、5代目川島海香さん第88回大会、6代目広瀬アリスさん第89回大会、7代目川口春奈さん第90回大会、8代目大野糸さん第91回大会、9代目松井恵里さん第92回大会、10代目広瀬すずさん第93回大会、11代目長野芽衣さん第94回大会、12代目大友花恋さん第95回大会、13代目高橋ひかるさん第96回大会、14代目清原かやさん第97回大会、15代目森七菜さん第98回大会、16代目本田美優さん第99回大会。2004年6月生まれ16歳の本田さんは、幼少期から芸能活動を始め、フィギュアスケートも同様に幼い頃から続け、兄や姉妹と共にアスリートとしても活動を続けている。サッカー界とのつながりでは、自身がクムに出演するエディオンがスポンサーであるサンフレッチェ広島の本拠地開幕戦に毎年ゲストとして足を運んでいる。就任に際し、本田さんは応援マネージャーは夢だったので嬉しかったです、歴代マネージャーも素晴らしい女優さんばかりなのでずっと憧れていました。16歳の誕生日を迎えた時に目標として高校サッカーの応援マネージャーになると携帯のメモに書いていたんです。自分では気づかないうちにこの目標がプレッシャーになっていたのか、お話を聞いた時は嬉しさとプレッシャーから解放されたようで泣いてしまいました。目標を書いたメモに達成した印の丸をつけた瞬間、応援マネージャーになれるんだと嬉しさが込み上げてきて実感が湧きました。そして平成16年生まれの16歳16代目の応援マネージャーということで、16という数字にご縁を感じていますと喜びのコメント。高校サッカーについては青春というイメージがあります。実は前回の98回大会の決勝戦を父と観戦しに行っているんです。選手の叫び声や応援の声、マネージャーさんたちも立って応援されている姿を見て、いろいろな感情が湧き、私も頑張ろうという気持ちになりましたと話し、アスリートとしてマネージャーを務めることに対しては私にアスリートというイメージがあるのがとても嬉しいです、女優のお仕事にはフィギュアスケーターの気持ちを持ち込まないようにしているので、本田美優という人間が二人いるような気持ちで普段は生活しています。今回応援マネージャーに選んでくださった理由が、高校サッカーの選手と一緒で夢に向かって頑張っている方だからとお聞きした時は、初めてフィギュアスケーターと女優である自分が合体したなと思いました。私も現在全日本選手権に向けて頑張っているので、やはり2つのことを諦めずに続けてきてよかったなと思っています。私自身もフィギュアスケートについて記者の方に質問していただく機会があるので、選手の気持ちがわかるからこそ選手が秘めている思いなどを視聴者の方々にお伝えできたらと思っていますと意気込みを語っている。本田さんは12月31日に開幕する大会期間中、ハイライト番組や特番などに出演、また応援マネージャー関連の動画が大会ようつべチャンネルなどでも更新されていく予定となっている。第99回全国高校サッカー選手権は11月16日に組み合わせ抽選会を実施、本大会は12月31日に開幕し、2019年1月11日に決勝戦が開催される。
毎回マネージャー就任時に披露されるリフティングは6回という記録でした。歴代最高は12代目の大友さんの15回が最高となっているようです。あ、すごいホームランや